今回無料で作曲ができて声もつけられると聞いたので早速試していきます使用するアプリは c a k e w a l k b y d a n d l a b ケ a k e w a l k と c h e オ i o p r o になりますまずケ a k e w a l k を新規に開き編集から環境設定デバイスの設定からサンプリングレートを48000に変更してください これを行わないとノイズが入ったりします。次は、チェビオ、プロを起動しましょう。挿入からプラグイン申請。synth からチェビオ、プロを選びます。ケークウォークの解説動画を漁っていたところ、画面のところにチェックを入れた方がいいとあったので入れています。起動しましたね。 現段階ではバージョン1.3-0が最新となっているのでこれでいきたいと思います音楽の成績が良くなかった私が説明するのもなんですが右側に表示されている大きなこと形を例にやっていきます左側にあるペンのマークがオレンジ色になって選択されていますこれが入力モードですクリックした場所に打ち込めます伸ばしてみたり、 縮めてみたり、左右や上下移動もできます左の消しゴムを選択すれば削除できます初めの小説は入力できません上の2とある後ろから入力しましょう QUANTIGE の下にある14となっているのを18に変更します 入力する一番短い音符が16分音符なら1168分音符なら18と設定するのがおすすめです1個目はで4分音符1小節に4つはいるので1小節を8個に分けてある今2つ使います同じ要領で「ソ」を入力しますお次は8分音符 1>, 1小節に8個はいるので、1つ使います。ここで注意です。楽譜の先頭に、シャープが記載されています。ファの箇所についてますね。これは、ファを、その半音を上げる、という意味です。逆に、フラットだった場合は、その音を半音下げる、という意味です。では入力します。 白鍵盤の「は」から半音上げた黒鍵盤の位置に入力します続きを入力しましょう今回半音を上げるのは「は」だけなので間違えないように「ら」も4分なので2つ使います大きなこと形は平井健さんがカバーしておりますが原曲は著作権フリーで使用できます 大きなこと系、譜面などで検索すればすぐ出てきます。右の画像もヤマハ楽天やドレミで検索すると出ます。作曲アプリですが、Windows ではケ a k e w a l k Mac では GARAGEBAND、ガレージバンドがおすすめです。他にもいろいろな作曲アプリ、DAW がありますが、VSTI プラグインを利用できないと、c h e b o プロとの直接連携ができません。どちらも無料で高性能なので、 間違いはないと思います。見づらくなったら、下のバーを移動させましょう。声操作ソフトウェアのチェビオ、プロ、現在はアルファ版で正式版ではないですが、使用してみたらクオリティが高くて驚きました。正式版で追加キャラクター出たら即購入です。チェビオ、プロだけでも触れてみてほしいです。 AI 技術がこんなに進んでいるのかと本当に驚きました時計のイ「い」「が」「そ」2分音符で右に黒丸がありますねこれは現在の2分音符を1.5倍の長さにできる図形点音符です。今の設定は8分音符を1メモリとしていますですが今回はテンポよく聞くために短くしています。 ある程度できたので、これで一回どんな感じなのか聞いてみましょう。素晴らしいドレミファを入力しただけで、こんなに人間っぽく聞こえます。左のツールから選択して、今度は歌詞をつけて歌ってもらいましょう。 入力した場所をダブルクリックします。この部分に該当する箇所を入力します。大きなのをですね。続いてどんどん入力します。一個ずつ入力するのは面倒ですよね。なので。 まとめて歌詞を入力してみましょう。ドラッグでまとめて選択をして、右クリックで歌詞のまとめ入力です。スペース区切りでやってみます。スペース区切りでは、スペース、空白、で区切って入力することで、1音符に複数の文字を割り当てることができます。 できましたね。次はもう一つの入力方法。またまとめて選択をして右クリック。1。音符1。文字では1。音符に1文字ずつ割り当てられますが、しゃなど小文字 I will c a が続く場合は2文字が割り当てられます。うまくできました。貸し入れで歌ってもらいましょう。 大きなノっぽの古時計おじさんの時計この後は繰り返し部分なのでコピペしていきます画面が収まりきらない場合は右下のつまみを動かしてください左の選択ツールを使用して範囲内をコピーします。 移動する縦のラインを入力したいラインに合わせます。貼り付ければ OK。入力するのが大変なので、繰り返す部分はできるだけコピペしましょう。歌詞もコピペされているので変更していきます。全体を入力するまで省略しますね。歌詞に注目してください。本来の歌詞は今は もう動かないですが「今、ま、はもう」に変更していますこれは読み上げるときに自然に聞こえるようにするためです人によってどう聞こえるか好みが分かれると思いますので聞こえやすいようにアレンジしてみましょうまずはアレンジしたバージョンを聞いてみますできた時計さー今はもう次は歌詞通りのパターンです 来た時計さ。今、は、もう。こんな感じで読み方に差が出るので、自分がちょうどいいと感じるように変更してみてくださいね。一通り打ち込んだのを聞いてみます。大きなノーポのフル時計、おじいさんの時計。 百年いつも動いていたご自慢の時計さおじいさんの生まれた朝に買ってきた時計さ今はもう動かないその時計 100年休まずにチクタクチクタクおじいさんと一緒にチクタクチクタク今はもう動かないその時計まだ変なところもありますがこんなところですかねせっかくアプリを連携しているのでちょっと楽器を足してみました足し方ははじめに説明した挿入から楽器を選ぶだけです 大きなの でしょうか無料でここまでできるだなんてとてもありがたいことです今回は元で打ち込んだだけなのでピッチ、ビブラート、かすれ具合など編集することができます私のような音楽未経験の方もこれを機会に初めて見てはいかがでしょうか最後までご視聴ありがとうございました